共通テストのマークミスなんかも1000人に1人ぐらいはなんかいるらしくて、魂が込んでほんとぐらいありましたね。また来てくるかな。これ何なの。これ12ミリです。夜64ミリがしたいんですよ、それ。だからちょっとなんか動画ってどのぐらい撮るのか分かんなくて。確かに。不安じゃないですか。これピッと押してなんか保存できませんでしたのがちょっと怖いです。後で謝る。謝るしかないです。あ、こっちから来たら分かるね。そうですね。まだまあ大丈夫だと思います。じゃ60分で1回切って、もう一回リスタートしましょうか。あと10分ぐらいですけど。でもそしたらなんかゴールに近くなるんじゃなかろうかっていう60分だった。もう一周してるはずなのか。あ、ちょうどぴったしです、そしたらね。そうかそうか。そうですよね。その予定ですけどね。うん。あとどれぐらいなのかはちょっとよくわからないです、ね。それはわからないです。高瀬くんはまた数学の動画を取り出すとか言ってるから。おー。と話題をしたら来ましたね。うん、あれ、上岡くんはそういうのやんないの？あんま動画怖いんですよ。出す勇気はないですよ。お疲れ様です。話題のまとめですか？話題のまとめは、使えない動画。初めだと始まった。初めはまあ体調の話をして、そうで、僕らが分岐を間違えて、間違えたんかい。首都高で入るとかじゃないですか。あそこ分岐間違えて、ちょっと停滞しちゃいました。で、それから、使えない話をたくさんして、うん、今に至ります。なるほどね。はい。今ね、まだ10キロ走ってないんでね。あ、本当ですか？うん、もうちょいで10キロ。あれ、これで一周じゃないの？あそこまっすぐ行ったら一周です。おぉ。で、あと20秒です。とりあえず、受験生頑張れよってことじゃないですか。そうだね。ラストスタート。それはそうなんですね。ラストスタート頑張れよと。うん。ちょっと高瀬もこの後。ラストスタートね。キロ4分ペースでいきます。おでは、いってらっしゃいませ。はい。60秒です。うい。わ、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 早い。キロ4は結構早いですね。1時間やったようにあんま思えないですけど、さらっと歩いてますけど、うん、受験生もね、それが大変だね、また。いや、そうですね。うん、検定試験とかだったらさ、年に何回かあるじゃない、うん、英検とか、はい、数検もそうだけど、うん、だけど大学入試って1回ダメだったら1年待たなくちゃいけないから、はい、まあ、そのシステムは、なんとかしようというふうにやりたかったらしいのね。そうですね。公立2回受けられるような事態とかありますよ。その文科省は、私はそういうのやりたいって言ってた人もいて、それで、じゃあそのために、例えば、検定試験みたいなのを使おう。ああ、なるほど。たいっていう、そういうこともあったんですけど、あ、なるほど。うん。まあ、検定試験がちゃんとしないから、ということ。なかなか平等って考え始めても難しいですね、そういうところって。そうだよね。うん、まあ何が平等かっていうのはなかなかわかんないですけど、一回の試験が本当に平等なのかっていうのも、まあ確かにあるだろうし。まあでもそういうふうにやってたら、例えば何回かチャンスがあるっていう話で、うん、そうですね。本当に2回とか3回とかチャンスをね、うん、与えたかったんだけども、うん、入試って1回やるの大変だよね、共通。費用的な面でも、人間的な面でも、結構いろいろ大変ですよね。それこそ共通テストの本質意思があるんだったら2回受けられてもいいわけですよね。うん、やっぱし、なかなか予算がつかないっていうのあるんでしょうね。まあだからこのシステムがどこまでかだけど、でもやっぱり1回失敗して1年っていうのはね、うん、なんかね、僕が聞いた話だよね、はい、共通テストのマークミスなんかも、うん、1000人に1人ぐらいはなんかいるらしくて、はあはあ、その度合いにもよるんだけど、うん、大問1問なくなった人とか、うん、1教科なくなった、はい、1科目かな、うん、なくなった人とか、うん、そういうのがいて、うん、そういう人って、まあ自分は取れてると思うからね、うん、願書出すよね、はい、で願書出して、どこでわかるかって言ったら、あ、すいません、受験生がバレの話をしてますか。ピーパーかって、はい、受験生頑張れ。限界じゃん。おお。魂が凍ってます。魂が凍ってません。頑張れよ。おお。なんでだよ。お米食べろよ。なんだこれ。松岡修造か。いやー、いろんな人とすれ違うね。いや、そうですね。人生と一緒だね。今何回出会った？ 4 回目くらいで。
1回、2回、3回、4回目ですね。意外と合わないもんだね。そうです、なんかね、意外と1分戻るみたいな。はい、あー、まずね、あと5秒っす。あと、あそこからまたもう少しですよ、それ。もう1回ぐらい合いますかね。はい、あ、でもフィナーレ近くにいるね。そうですね、これで。もうこれさすがに終わりじゃないですか、あと1分ね。はい、お疲れ様です。1キロ3分半だね、これ。すげえ早い。ここで多分行って、そうだと思います。もう帰るか。そうですね。意外と難しいね。お疲れ。はい、お疲れ様です。本当にお疲れ様です。負けないで。ほら、そうそう。いやー、まあなんか、いろいろ一周するとそれなりに気分いいね、はい。そうですね、まあ確かに。今日は財布だったし。あ、そうそう、財布だし。はい、お疲れ様でした。結局、高瀬は歩いてる人と5回だけ出会って、10.8 キロだけ走れたというね、中途半端なオチでした。ここに誰か来いよっていう間を作ってるんですけど誰も来てくれないんだよね。誰も来てくれないんですよ。なんか決め台詞入ってよ。なんかなんでこんなめちゃぶり受けるんだここで。いやいや、ほら動画見てる受験生に向けて、あと2ヶ月ですけれどもぜひ頑張ってください。もう高校2年生いるかもしれないよ。あと1年2ヶ月ですけど、あの N 年2ヶ月ですね。うん、はい、頑張ってください、はい、すいません、どうでもよかったです。高校1年生見てるかもしれない。 N なんで一般化されました、はい、よくわかりません。先生なんかありますか、世の中に向けて爆弾を。今日もいっぱいなんかね楽しい話させていただいて。本当ですか、僕まだ聞いてないんですけど。個人的には満足で。あ、本当ですか、はい、また来てくれるかな、はい、いいと思う。ありがとうございます。さすがですね。なんかテラス先生が来たくて来たくてしょうがないみたいですからね。あ、そうそう、今度テラス君とあとは松本君だね。今井さん、今井さんもね来てくれるみたいなね、うん、話だったんですけど、今日と明日特別授業があって私は生徒が優先ですって当たり前なこと言ってました。そりゃそうです。そりゃそうです。ごもっともです。S先生なんかありますか。僕もちょっと頑張って走りたいなと思います、はい、そうですね。じゃあ板橋マラソン行きましょうか。過酷なんですよね、要求がね。もうね、申し込んじゃったらやるしかなくなりますよ。確かにね、僕それで追い込んでますからね。いや、そうですね。だって僕東京マラソン3月5なんですよ。2週間後の板橋マラソン入れたんですよ。3月5がもう僕3時間40分切れなかったら丸刈りになっちゃうんで嫌だなと思って。そこ最後でしたっけ。もしかしたら最後、もしらすですね。いや、1週間後。2週間、2週間。あ、2週間後、うん、走れますか。多分、1週間で疲労を抜いてなんとか。まあ、すごい体がね、動く可能性もありますよね。そうそうそう、そうそうそう、そう。ちょっとそんなことを考えますね。じゃあ、伊先生も出てくれるかな。8月ですね。8月入りました。じゃあ、北海道です。北海道行きたいなと思って行ったことない、うん、おー、あ、そうそう、そう、なんで、そのために北海道マラソン。そうそう、じゃあ北海道マラソンに行きましょうか。暑い時期だなとは思いながらも、まあでも北海道行きたいな、うん、そうですね。ってことはやっぱりその講習があるな。やっぱり講習終わったところなんだよね。講習終わっても書き講習ありましたです。にこやかに行ってんじゃん。書き講習の予定をまだ出さないから大丈夫なんですよ。うん、やっぱり若い方がね、欲しい。若くないし。若くない。いやいや、だってもう20代でしょ。20代。いや、もう次30です、その時は。その時はね。その時は30です。まだ今。まだあと2ヶ月ぐらいです。とりあえず、靴買いに行こうよ。まあ、靴は買いに行きましょう、じゃあ。お、一旦。じゃあ、まずは靴からね。少しずつ。だんだん闇、なんか、どんどん助けてくれます。少しずつ。先生もちょっと先輩から、お前走れよって、指示を。怖いな。僕が走れないからさ。まあでも S先生とりあえず北海道マラソンを走るそうなので、じゃあ仲間をね少しずつ作っていきましょう、じゃあということで今日はすみません、高瀬は何もトークに参加してないんですけど、ご視聴ありがとうございました。じゃあまた見に来てくださいね。バイバイ。